おっす、井上誠吾です。精神科医館の創立者、最高師範です。精神科医館は2006年に立ち上げ、私が65歳の時に引退し、今現在は加藤邦明館長が2代目を継いでおります。私は引退した身ですが、若者たちを応援したい、元気づけたいと思いで、この YouTube を開設しました。おっす。はい、私がやりたいことは3つあります。1つ目は挑戦。どうしてかというと、私は子どもたち、特に少年部に試合に出なさいと言います。でも少年部は試合が怖い、その怖い少年部に大丈夫だよと、頑張れと言って背中を押してきたけども、私自身がこのままでいいのかといつもじくじたる思いでいました。それをこの YouTube で私自身が挑戦していきます。2つ目は勇気。今の若い子たちは自分をダメな人間だと思っている人がたくさんいる。高校生に至っては 73% の高校生が自分はダメだと政府系の調査で出ている。これは、私は一人の大人として悲しい現実です。これを何とかしたい。空手を通して勇気、そして自分のやる気を出して乗り越えていってほしい、元気を出してほしい、そんなつもりでいます。3つ目は夢。夢ってね、簡単に言うけども、まず身近な目的、そしてそれよりもちょっと大きな目標を立てることがいいと思います。じゃあ自分が帯を少し上げるとかで、次はもっとこの空手を通して成績から、それから社会貢献とか、いろんなことをするというような目標、そういうことにチャレンジしていくのが、精神科医科の社会に有益な人間につながっていくと私は思っています。はい、あそこに書いてあります。これ私の字です。これは何？私の書いた字です。義とは人への思いやり、義とは人への筋道、礼とは人への敬い、忠とは人への真心、公とは人への善行、勇とはくじけない心、信とは欺かない生き方、我々は強く優しく潔い心で社会に貢献し、7つの徳を根本に自己の人生においてこれを寛容し全うする。これが精神科医館の大事な理念です。YouTube を始める。じゃあちょっと座ろうか。お願い。なぜかわかんない。なぜか
分かるか。いつも君たちに、ね、試合をねとか怖いとかお前も泣いてたもんな、そういうのな。試合でとか言って泣いてたんだよな。ね、じゃあ応援にさ、試合でっつってさ、応援大丈夫で行ってこいって言うでしょ。で君たちを行け行け頑張れ、泣くな、痛いこと辛いこと怖いことに耐えろって言ってきたけども、私が君たちを追い出しながらさ、ね、追い出す方ばっかりでさ、君たちを背中叩くのいいけどもさ、自分自身がさ、なんかこれいいのかなと思ってた。だから自分自身がもう70を境に自分もなんかやろうって気持ちになった。はい、じゃあ正座して、おい、正面にね、なる、はい、独走。いや、なんだっけ、最初なんですか、ボス井上聖吾です、うんうん、あそこはいいの、うん、そこはいい、あそこはいいよね、うんうん、3つですよね、3つですから、外腰、うん、3つ覚えてる、覚えてない、覚えてない